休むのってでも何でしょう、習わないですよね。習わない。習わない。習わない。確かに得意ですか。得意もクソもないですよ。考えたことすらないです。そうそうですね。休むことに関しての勘違いっていうのはやっぱ結構多いのかなって。ああ。体のなんかあるべき正しいリズムに組みしていない休み方になってしまっていることもある。まあ、頭痛、胃痛、不眠、あと難聴ですね。あのなんか嫌な上司がいる方向だけ耳が聞こえなくなってます。怖い。あるんですか。あります。頭痛で外来で来られる方の半分以上はあのいわゆる高ストレス者。へー。いろんな痛みの悪化っていうのはかなりメンタル不調をやっぱ疑っていいのかな、はい、今自分がどのモードにいるのかなっていうことに、はい、まあ、自覚していただくことが自分の HP を知る、まあ、コツに、うん、戦うことも逃げることもできないってなった時に、うん、人間はだから動物っていうのは固まる、固まるになるんだ。そう、フリーズをする。親世代とか気合を入れろとか、はい、頑張ってでもいけみたいな、そういうふうになると悪循環が。これは良くないよ。良くないけど超重要な話です、ね、重要な話、はい、修造さん、はい、疲れてません？眠いっすね、毎日ね。眠いっすよね。眠いっす。今回テーマなんですけど、はい、自分の体に合った本当の休み方、うん、休み方ね、はい、確かに。今までトレーニングウェアだったけどもう今日パジャマですからね。なんかちょっとね、はい、合ってんのかっていうサイズ ね、 ね、急に用意された感ありますもんねどうですか、疲れたなみたいな実感はあります？なんかまあストレスっていう感じの疲れっていうよりは、はい、なんかとにかく寝てたいなとか、あもうちょっとゆったりした時間欲しいかもなっていうのはあるかもしれない。そうですよね。ここをちょっと紐解きたいなと思いまして。これある程度分かるんですかね。分かるみたいなんですよ。ほとんどの人分かってないもんですね。分かってないですよ、うん、僕らも全く分かってない。分かってない、はい、ということで今回の講師の方お呼びいたしましょう。心療内科医の鈴木祐介さんです。どうぞお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。先生が来てくださいました。先生感半端ないですね心療内科医ということでね2008年高知大卒で内科医コンサルタントを経て、まあ、2018年にはこうクリニック秋葉原の西部クリニックを開院されたということですね。で主な著書なんですけど、この心療内科医が教える本当の休み方、これは気になるタイトルですね。またそうなんですよ。本当の休み方です。でここね、だから帯にもこう寝るダラダラスマホ、これ間違ってるって書いてあるんですよ。やばいじゃないですか。そうだから僕ら休もうとするとダラダラ見ちゃいますよね。 YouTube 見ちゃう。そうでもない。あの休むことに関しての勘違いっていうのはやっぱ結構多いのかなというふうにあの思ってますね。でほとんどの人は例えば仕事をしてないとか役割を果たしてないっていうことが休んでるっていうふうに、うん、あの思われてるんですけど、あのこれ僕アブセントとレストが違うっていう話をよくあのしていて、だから欠席している、欠勤している、あの言った職務を果たしていないっていうことがそのままそれこそ HP が回復するレストにつながってるかどうかっていうと、そうとは限らないっていうことです。なるほど。そうですね。自分のこの今の体の状態が、まあ、どういうものを欲しているのかっていうのに、まあ、合わせた休み方っていうのが必要。でもそれストレス溜まってきたら暴飲暴食しちゃったりとかしてしまって、また体を悪化させていくっていう、うん、はい、なんか悪いスパイラルも結構あるイメージ。そうなんですよね。僕とかもめっちゃゲームするんですけど、はい、その見えないあのスプラトゥーンとか3000時間ぐらい。プロじゃないですか。ゲーマーじゃないですか、はい、あの XP そんな上がんないんで、あの才能はないんですけどなんか頭がこれをしたいっていうふうに思うこと、それ暴飲暴食とか食べたいとか甘いもの食べたいっていうふうに頭が考えてることと体が実際欲してることっていうのが結構違う。うん、そうなんだ、うん、確かに。でも特にやっぱ現代は頭がすごく先行してるので、はい、頭がこうしたいって言ってるのになかなか勝てない。あだから食べちゃったり、食べちゃうもそうだし、はい、あのゲームしちゃうもそうだし、それがあの体のなんかあるべき正しいリズムっていうものに、うんうん、あのまあ、組みしていない休み方になってしまっていることもあるっていうことですね。へ、現代人って基本的に疲れてるイメージがあるんですけど、そうですね、どのぐらいみんな感じてるものなんですかね。8割ぐらいの方が慢性的に疲労を感じている。8割慢性疲労、ほぼみんな疲れてるじゃん、報告がありますね。休むのってでも何でしょう、習わないですよね。
習わない習わない習わない確かに習ったことない、はい、休み方を得意ですか私ですかはい休みの得意もクソもないですよ考えたことすらないそうですねいや、でも確かにスポーツ選手って、はい、トレーニングと同じぐらいリカバリーって確かに効くなと思って、はい、物理的な休ませ方筋肉の休ませ方とかは結構理論があるけど、うんうん、僕らみたいなこう別にそのビジネスただやってるとかね物書いてるとかクリエイターとかってなってくると分かんないですよね、うんはい、やっぱりどうしてもこう自己流というか自分がなんか疲れた時にこういうことをするっていう、はいまあ、行動ベースで考えることが多いんですけど、うんうん、だからその行動が今の自分に当たってるかどうかっていうところの論点っていうのはあんまりないかもしれないです、ね、これは結構解明されてきてるもんなんですか一般人の人たちの精神的なとかその脳疲労回復とか、はい、ストレス解消みたいなものを結構理論ができてきてるんですか？いろいろ進んできてるとは思うんですけど今日は自律神経 の, 観点ストレスと自律神経の観点からそういったことを今分かっていることと実際にその僕らが臨床で実践していることとかを踏まえてお話しできればと思ってます。さっき私たちも冒頭今自分の HP がどのぐらいか分からないって話あったんですけど、はい、こうそれを自覚することが大事ってことですか？そうですね、はい、そのコツみたいなものもちょっとお話しできればなと思うんですけど、はい、今これ3つのプロセス、はい、出てますけど、はい、1つ目が休みが必要な状態だと自分で自覚する、うんうんうん、次に休むことができる環境を確保する。そして3つ目にちゃんと HP が回復する休養活動っていうのをまあ、選択できるのかっていうこともまた難しいかなと思うので。あ、なるほど、大事だな、はい、この休みが必要な状態だと自覚するっていうのはどういうことなんですか？はい、そうですね、この気づくっていうところでこれがやっぱ難しい、なぜ難しいのかっていうのは、うん、まあ、重く2点あって、一つは疲労感のない疲労の問題ですね。疲労感がない疲労、疲労の問題が一つで、もう一つが体に来るストレスの問題、うんうん、この動物のそのストレスっていうのがこの3つのフェーズをたどっていくということをまあ明らかにしたんですね、はい、で縦軸がまあストレスに対しての抵抗力、うんうん、まあ、イコールまあパフォーマンスとまあ同義だと思っていいかなと思います、はい、で3つの鍵が警告反応期、抵抗期、批判期っていうのがあるんですけど、最初になんかストレッサーにまあ会った時ですよね、うん、なんか嫌な仕事が急に降ってきたって時にこうビクッとなってちょっとパフォーマンス下がるんです。抵抗力下がるんですね、はい、ショックを受けると、はい、なんですけど慣れていくんですね、うん、この人間の体にはこの抗ストレスホルモンっていうそのコルチゾールとかこの人間の活動性をバンバン上げるようなホルモンが出ることによって、そのストレスを感じてるんだけども抵抗してむしろパフォーマンスが上がっているっていう時期があるんです、うんうんうん、これが数ヶ月ぐらい続くんですね、はい、まあ、大体概ね3ヶ月ぐらいっていうふうに言われてるんですけど、はい、だからこの抵抗期っていうのはストレスを感じているのにむしろパフォーマンスは上がっていて、うん、これがだから疲労感のない疲労が溜まっているっていう状況なんですね、うん、はい、うん、でそこの抵抗期を超えると3ヶ月、まあ、人によってその数ヶ月ぐらいした時にグッとこう、うん、抵抗力が下がってしまって病名がつくような状態にまあなってしまう。なるほど。ストレスがかかってるっていうことがそもそもその自覚しにくいっていうことなんですよ、ね、もう一個がそのストレスってまず体に現れてくるんですよね、うん、はいはい、そのうつというふうに言われる方のやっぱ7割ぐらいは最初に内科に来ると、うん、内科なんだ、はい、だから言われて風邪ひいたみたいな感じで具合悪い、風邪もそうだし、はい、ありとあらゆる症状が出てくるんですね、はい、でここに今上がってるのが一つの例なんですけど、まあ、頭痛、胃痛、うん、まあ、不眠、そうですね、睡眠障害はもうほぼ必発かなと思うんですけど、あと腰が痛いとかですね、 お腹の調子が悪くなる、便秘、下痢、ガスがたまる、はい、あと血圧が上がる、はい、あと7度ぐらいの熱がだらーっと出たり、あった、ちょっとぼーっとしてるみたいな状態、うん、はい、うん、あと毛が抜ける、脱毛とか、はい、もう喘息が悪くなる、じんま疹が悪くなる、うん、手がしびれたりとか、しびれね、はい、あと難聴ですね、なんか嫌な上司がいる方向だけ耳が聞こえなくなったりとか、あるんですか？あります、そういうの、はい、あと PMS、ね、月経前症候群がすごく悪くなったりとか、はい、こういう症状が、まあ、全部なんでしょうね、
そのメンタルヘルス不調から来てる可能性が、まあ、あると。このストレスを受けてそれがまず体の症状として現れてるっていうのを身体化兆候っていうふうに言ったりするんですけど、何でしょう、頭痛があるからって言って自分の、まあ、メンタル HP 減ってるんじゃないかってなかなか思えないですよね。分かんないですよね。 そうなる時はあるけど、うん、はい、それがストレスから来てるのか、うん、ちょっとこう風邪なのか、そうですね、偏頭痛みたいなね、こうなんかこう、はい、なんか気圧の問題とかね、よく言う、はい、言うけど、実はもしかしたらメンタルヘルスな可能性すらありますよね。その環境的な要因も大きいんですけど、ね、だからどれかが分かんないからこそちょっと、ね、危険っちゃ危険ですよ、うん、はい、この人間っていうのは普通にしてると痛みを和らげるその神経回路っていうのが働いてるんですけど、うんうん、そのメンタルのダメージが来てる時ってのはそれが働くなくなるんですね。物質的にはこうなんか生じてる痛みがそんなに何ですか、大きな程度じゃなくてもそれをすごく強く感じてしまうっていうようなことがあって、いろんな痛みの悪化っていうのはかなりメンタル不調をやっぱ疑っていいのかなというふうに思ってます。うわ、これでもあるわ、あるあるある、たまにピキッとくる、あ、ありますね。 なんでなんかこんなにダメージ受けてるんだろうみたいな、大したことないはずなのにっていう、そうですそうです、はい、そういう方がすごく多くて、そういうのドーピングされてるからですね。だからやりすぎてたんでしょうね。それで気づいたら気づいたらもうチャラになってるみたいな、そうそう、お腹痛いじゃんみたいな、あら、あの、いや気分とか全然平気ですよとかって言いながら、あの体のこういう不調をめちゃめちゃ抱えてる方とかがいらっしゃる。確かにね、うつっていうのになると、なんかそのもっと落ち込んじゃったりとか、うん、考えにくいとかっていうふうに捉えがちで、はい、そこまでいかないと気づかないし、はい、いや俺じゃあ大丈夫大丈夫って自分のことを信じちゃうじゃないですか、うん、でもこういうのが結構こう頻発してると可能性ありますよね、そういう人たちって。そうですね、なる前に、はい、だから修造さんも結構やばいと思うよ実は。うん、だってずっと眠いでしょ。ずっと眠い、あとしびれっていうか麻痺っぽくなったことありますね、はい、あの前の会社で結構大変な時、はい、事業が大変な時とか、うん、その時は結構やばかった。あと気づいたらしびれてるっていう、しびれてる、うん、顔がしびれたりとか、なんかあとなんだ心臓らへんがグッて痛くなって、怖いとか言って、はあ、なったことがある。ちゃんと症状出てる、出てる出てる出てる、はあ、いや出てますよね、まあ、だからここまで出るとだからもう分かりやすいって、あれはさすがに自分ストレスだなって思ったんですよ、はあ、でもそれもあそんなストレス抱えてたんだって感じです、うんうん、そうですよね、なんか自分としてはいやいや別に頑張れてる、はあ、頑張れてるし、別にそれはそれで自分の中では理解をしていて、うん、あのこういう状況だっていうのは理解して、はい、適切に冷静に対処してるつもりだったんですけど、なんかストレスがグワッと。僕もよくその忙しいですよねとか聞かれても、いやいや忙しくないですよ、もう充実してますみたいな、うんうん、まあ、充実とね忙しさは裏返しだから、うん、でちょっとポジティブに捉えよう、ポジティブに捉えようとしてるんですけど、うん、そっちの方がいいとされてますからね、はい、うん、体はまた別っていうこともありますもんね、うん、そうですね、あの体の情報をちゃんとこうしっかりこう感じ取ってあげられることがすごく大事なんですけど、それ結構やっぱ難しくて、そうか、じゃあこういう状況が出た時に病院に行くほどではないっていう時もあるじゃないですか、はい、うん、その時にあこれもしかしたらストレスかもなとか、これもしかしたら休めというサインかもなって敏感にある程度感じ取るっていうのは結構大事、そういうアンテナを立ててもらいたい、あそう、ね、そういうことか、うちも頭痛外来とかをやってるんですけど、はい、頭痛うちでいうと頭痛外来で来られる方の半分以上はあのいわゆる高ストレス者になってますね。やっぱそうなんだ、はい、うん、こう2つ目のプロセスでいうと、その休むことができる環境を確保するっていう話だと思うんですけど、はい、これはだからもういわゆる会社だったらもう休みますってちゃんと言う、それを言ってあげたらいいんですけど、うんうんうん、実際そう、それもすごく難しいようですよねっていうので、はい、これもまあ2点あって、あの援助を求めるにはあの結構スキルがいるっていうことと、うんうん、もう一つが過剰適応という過剰適応問題が、はい、あのあります、この過剰適応っていう言葉があって、うんうん、その、まあ、これ一応定義としては環境からの要求とか期待に、まあ、個人が完全に近い形で従おうとニーズを果たそうとすることなんですよね、はい、長谷さん、これ前の会社であったんじゃないですか。いやいや、もうずっとですよ。でしょ期待がやっぱ大きい職業、アナウンサーなんて自分のニーズより他人のニーズでしょ、ね、だから期待がどんどん来て、はい、で答えて答えてっていうことですよ。 それは疲れますもんね。だから辞めたんですよ過剰反応状態だったんですよ。過剰反応し続けてもう10年過剰反応、もういやってなったような結果的な退社ですからね、もうそれは。だからコロナになってみんながこうロックダウンになった時に、そのすごい家で休んでる人とかが、うん、安心したって言って、あみんなが
なんか停滞してるから、はい、自分だけが目立たない。そうですよね。だから仕事、職場にいてみんながガッツあふれる感じでやってて自分が落ち込んで落ちてたら、はい、そうですね、無理っすよね、はい、それを自分落ちてますっていうの、うん、そうそうそう。だからコロナ禍とかそういう意味ではちょっと何ていうんですかね、一つのきっかけではありましたよね。あの一回休むというか、そうですね、まあ、体調が悪かったら、うんうん、あの休みましょうとか、はい、自宅にいましょうみたいな空気にはなったじゃないですか、うん、いろんな影響あるんですね。だからコミュニケーション の、 あの量が減ってやっぱり楽になったとか、うんうんうん、あの生産性が上がったっていう人は結構います。デザイナーさんの方とか、そうですよ、ね、なるほど、うん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 、ここ難しいかなと思うんですけど、はい、その適切な休養活動、はい、これがね何か分からないっていうところだと思うんですけど、はい、なんか例えば休むとかストレス解消するっていう風になった時にどんなことされます？これでもみんな多分今 TikTok 見てる人とか、ね、YouTube 見てる人が多いでしょうね多分 ね、 ね、休む時そう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 、まあ、動画見たりね、あの YouTube 見たりが多い気がする、ね、あの Twitter やったりとか、ね、はい、あると思うんですけど、この、まあ、自分の HP を回復するために何かアクションをしようっていうこの行動ベースで考えますよね。でこの自分を助けるためのこのアクションのことをコーピングっていうふうに言うんですけど、うん、コーピングっていうのはやっぱりバリエーションが多い方がまあいいというふうに言われているんですね。ただそれが今の自分の体のリズムモードに合ってるかどうかっていうと、はい、1個のそのコーピングで多分万能にはならないんです。なるほど、うん、自分は今あの落ち着かないといけないタイミングで夜中にスプラトゥーンとかをやってしまったりとかすると、はあ、体は休もうとしているのに、うん、あの頭の方が活性化してしまって、アドレナリンが逆に出ちゃってダメなんですね。そうですね。先生もその夜ゲームやっちゃうっていう時もあるんですか？あ、結構あります。寝てください。それは精神科医も負けるっていう、やっぱりそれぐらいだから難しいというか、やっぱ人間ですから、よりねこう、はい、専門的なあの、はい、お話も伺いやればなと思うんで、はい、あのホワイトボードに書いていただきましたけども、はい、あのどういったことをあの教えていただけるんでしょうか？はい、新しいストレス理論を理解しよう、うん、で、腹側瞑想神経を活性化させ、適切な休養行動を選択できるようになりましょうと、うん、いうことを、引きこもることの重要性っていうのをいかに恩恵があるのかっていうことをすごい強調したいなというふうに思います。うん、気になる。ゴールは何になりますか？はい、はい、自分の体のニーズを理解する、うん、知る、気づいてあげられるってことですね。知りたい、はい、これ歴史を自分の歴史を積み重ねていくと分かってくる可能性ありますよ、うん、ああそうですね、うん、振り返ってみてどうだったかとかね、ずっとやっぱり体のことを僕も全然聞いてあげられてなくて、はい、すごいひどい腰痛とかがあったんですけど、先生も、はい、それがちょうどなんか結構プライベートでしんどい時期だったりとか、うん、あの患者さんがちょっと重たい人が続いたりとかして、はい、それで結構もう1年ぐらい亡くならない腰痛とかがあったんですけど、その環境とかそういうのが変わって自分のまあ、体とこうちょっとずつ対話をするっていうことをやって、まあ、数年ぐらいになるんですけど、それでなんかだいぶ腰痛とかもなくなってきたし、うん、それはただマッサージをしたとかそういうことではやっぱないんですよね、っていうことですよね。一、はい、つ目のテーマになりますけど、はい、新しいストレス理論を理解せよ、はい、ピボットアプリではランニングしながらでも学べるバックグラウンド再生が可能です。運動中、通勤中、家事をしながらでもいつでもどこでも学べます。学びながらポイントをゲットできちゃいますよ。ながらで学ぼう、ピボット。詳細は概要欄のリンクをチェック。ちょっとあのストレス学超入門みたいな感じで、うん、あのストレスと自律神経の関係についてですね、うん、体のニーズを知るためになんですけど、まあ、自律神経っていうのがこれは人間の体がいろいろな環境の変化をするためにいろいろ自動運転をしてくれているわけですね。あ、なんか暑いな、これは汗をかかないといけないなとかってやってなくて勝手にやってくれてるっていう意味で自律的に動くから自律神経っていうふうに言うんですけど、これがあの交感神経と副交感神経の2つでまあ成り立っていてっていうところは結構あの知られてるところかなと思うんですけど、交感神経っていうのがまあ、体をこうあの戦うモード、戦うとか逃げるとかこう活動できるモードにして、そのためのホルモンをいっぱい出したりとかして血圧とか血糖値を上げて活動性を上げてあの上げるモード、あ、まあ、アクセルの機能を持っているということです。で逆にあの副交感神経っていうのはいわゆるリラックスモードで、あのこの血圧とか、まあ、緊張とかをダウンして、まあ、休んだり、まあ食事をしたり排泄をしたりっていうようなモードなので、いわゆるブレーキのモードで、この2つが
まあ、シーソーのように、うん、あの環境に応じて正しくこう何でしょう、ね、切り替わってくれているから、はい、あのまあ、適応できているということなんですけども、これだからもう単純に仕事モードですごく一生懸命頑張ってる時間とか交感神経が働いて、まあ、一息つこうみたいな、はい、それこそちょっとゆっくりコーヒー一杯飲もうみたいなのは副交感神経働いてるみたいな感覚でいいんですか ね、はい、そうですね、はい、コーヒーはねカフェインが入ってるんで、あの交感神経にも入っちゃうんですけど、うそ、あなるほど、え、ずっと飲んでるんですけどこれ後で言いますね、わかりました、はい、ずっとだから交感神経刺激をし続けてる説あります、うわ、はい、うん、確かにコーヒーをリラックスって確かにねよく言いますよね、コーヒーはリラックスなんです、精神的にはリラックスなんですけど、ね、物質的には交感神経、うん、まあ、そのあたりも理解が深まってくるといいと、はい、なるほど、でこの交感神経にずっと入ったまま降りれないよっていうのが古典的なストレス状態だというふうに言われていました、はい、はい、副交感神経っていうのを 80% を占めるのが、はい、瞑想神経っていう脳神経なんですね、延髄のところから出てる、これが体をこうギューッとこう瞑想してるんで、これは瞑想神経っていうんですけど、これがまあ副交感神経のまあ言ったらエースなり、うんうん、もう8割をそれ仕事化してるんですけど、これが実は延髄のところに出口が2つあって、はい、お腹側の出口と背中側の出口で働きが違うってことが、うん、こっちってことですね、うん、あの場所としてお腹側にあるのと背中側にあるのっていう、そういう解剖学的にそういう言い方をするんですね、腹側背側っていう言い方をする、要は前か後ろかってことなんですけど、その2つが役割が違うっていうことが90年代から言われるように、まあ、なってきたということなんですね、はい、でそれがまあどういう違いかっていうと、この交感神経っていうのが先ほど言ったようにこの体をこうホットにさせて、はい、で、まあ、このアッパー系にしてこうぶち上げていくと、はいはい、ぶち上げていくね、分かりやすいですね、はい、頑張るぞってことですよね、これ交感神経ですね、はい、で副交感神経が実はだから2通りあって、うん、そのこれまでのこの何でしょう、交感神経がまあ、言ったらストレスで悪者で副交感神経がリラックスでいいもんでっていうふうに思われてたんだけど、はい、ちょっとそう単純な話じゃなくて、うん、リラックスモードの、副交感神経瞑想神経と、はい、それじゃないフリーズのモードの、瞑想神経っていうのがあるというところですね、ダウナー系の、はい、ダウナー系のストレス反応っていうのがあると。でこれが背中側の背側瞑想神経のグループが、はい、まあ、携わっているっていうことがまあ分かったんです。でこの氷のモードっていうのが、うん、この言ったらぼーっとする、眠い、だるい、目が開かない、氷モード状態の可能性、氷モードじゃん、修造さん、入りかけてる、活動性もあるけど、うん、ちょっとこのダウナー系にも入りかけてるっていう状態ですよね、うんうん、だるさとかね、うん、感情を感じにくいとか、うん、僕ちょっと感情感じにくいですよね。感じにくいよね。どちらかというとその感じありますよね。あるあるある。起業家とかは基本的にアッパー系の人だと思うんですね、うんうん。そっちモードもありますよね。ありますよね。だけどこう、うん、なんかこうね、多分ね、こう自然になんか、うん、リラックスがないっていう説ありますね。でもこれって副交感神経の中の話なので、はい、その別にネガティブに捉える必要はないんですよ。あ、そうです。全くもってその みんなこれ持ってるんです。はい、そうですね、うん。そのグラデーションがちょっと違うだけで。そうです、そうです。はい、うん、でただこの炎のモードが悪いとか氷のモードが悪いってことじゃなくて、その環境が変わってるのに正しく戻れないとか切り替わらないってことが問題なんですよ。この3つのモードがあるっていうことで、今自分がどのモードにいるのかなっていうことに、はい、まあ、自覚していただくことが自分の HP を知る、あ、まあ、コツになると。そうか、そうか、ということですね。あ、面白い。でもこれを知るだけでもちょっと自分のことが分かってくるっていうか、そうですね、なんかモード今どのモードなんだろう、解像度が上がりますよね。上がりますよね、うん、上がる。ぼんやり度が今どのぐらいかなっていうふうに、はい、いうのは結構これ自覚的に分かってきて、うん、あ、今日なんか受け答えの反応悪いなとか、はい、目があんま開きにくいなとか、はい、そういう時はちょっとこのダウナーの方に入ってきてるかもなという、うん、感じです、ね、これは。いや、はい、結構こういう仕事してるとそのメディアだったりする人前に出るとかあるじゃないですか。でもありますもん、自分の中で感覚、あ、うん、いや今日ちょっとあれ、あ、今日ですね、はい、出てる時もダウナーの時あると思うんですか。ああ、それは、まあ、うん、逆にこう今炎のモードだとか、あ、そうですね、はい、まあ、周りの影響も受けやすいと思うんですけど、うすね、うん、もうなんかホットな人に近くにいるとホットになるし、うん、なるし、はい、いい感じにだらかけてる人と近くにいたら、はい、やっぱり緩むことができるっていうのも、これも
自律神経の働きとしてあるんですよね、うんうん、確かに。だからね、炎のモードの人が昔多いイメージあるんですね。 ありますよね、昭和の、ね、なんかね、はい、エネルギーってなんかそう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 、アッパー系エネルギーですよ、全員アッパーで行こうぜみたいな、はい、だって24時間働けますかみたいな世界だったわけですよね。とかあのね、盗んだバイクで走り出すとか、ね、はい、うわーっとこうなんかみんなで熱量持ってやるぞってところから、はい、みんなちょっと落ち着きモードになって、はい、そうなんですよ。もともとだからその反抗する対象がある場合とか、うん、その短交感神経って基本的に短期的なストレスに、うん、あの適した仕組みなんですよ、ね、ファイトですもんね、戦うとか、はい、瞬間的に、ね、もともと逃げるとか、 そっちの領域ですもんね。トラが出てきたってなった時にもうなんかなんかやっつけられるにしても、 もう逃げおおせるにしてもそれ一瞬で終わるんですよ、はい、でも現代のストレスってその本来人間が想定してなかった持続的なストレス、あの、うん、今のストレスって嫌な上司とか、うん、あの嫌な仕事とかなんで、はい、それってもうその交感神経のこのモードだけでちょっとこう太刀打ちできない、環境が変わらないんで、うんうん、戦うことも逃げることもできないってなった時に、人間はだから動物っていうのは固まる、固まるになるんじゃないですか。そうフリーズをする、やば、はい、結構多くないですか、多い多い、フリーズ人材結構多いよ、ね、そうなんですよ。だからあのこの氷のモードの反応ってその不登校時の朝の反応とかに、なんかすごくそういうことですよね、うん、いやそうなりますよね、うん、だからこれは学校に行くことが危険で、うん、でも逃げられないのでやっぱその固まることで防衛をするっていうような反応が出ている。いやだから僕思ったんですよ、その若い人でも全然あるっすよねっていう、こう小学生とかありますでもあるから、これも親としてもこの子は今どういうモードなのかっていうことをちゃんと理解してあげないと対処をミスりますよね。そうです、ね、そうです。だから例えば学校に行けないっていうことで、でもそれは、頭でとか自分の気持ちとしては行かなきゃとか行きたいと思ってるかもしれないんだけど、うん、もうそのこのモード、防衛のモードに入ってるので、はい、ちょっとこうなんですか、自分のコントロールできないところで、はい、もう血圧が上がらないとか、はい、その力が入らないとかっていうような感じになってる、はい、フィジカル的にそうなってるってことですもんね、うん、なんだけどそれがあたかも気合が足りないように見えるわけです、はい、なった時にあのでその親世代の人が気合を入れろとか、はい、頑張ってでもいけみたいなね、そういうふうになるとますますそれが怖くて背側の方に入っていくって悪循環が、これは良くないよ、良くないけど超重要な話です、重要な話、はい、このフリーズって誰でも起こるんですよね。めっちゃ怖い叱責とか受けたら、はい、頭真っ白になるんですよ、ね、あれもこのフリーズのための乖離っていう、はい、そのなんか頭とこのなんですか、その感情をちょっと一旦遮断するっていうことで、うんうん、これ以上のこのダメージを受けないようにするっていう防衛なんですけど、なんか固まってるんですよね。だからすごい聞いてないように見えるわけです、うんうんうん、だから怒ってる側はこいつ聞いてんのかって反応しないですからね、はい、そうですね、でなんか言ってみろって言っても全然言えない、うんはい、それはこれが入ってるからなんですけど、はい、そっからなんか説教がさらに30分伸びたりとかするんですけど、はいはいはい、全然聞いてない。昭和ジャパン大丈夫ですかこれもうもうだから変わんないと、変わんないといけないというのも理論的にも分かってきている。だから一方でその、まあ、休み方と逆になっちゃうかもしれないんですけど、この氷のモードから炎のモードに入れられるようになればやる気スイッチ入るみたいな考え方もできるんですか。あ、そうですね。そこの、まあ、言ったらコンダクターの役割をしてくれてるのもこの副足なんですよね、はい、そうですよね。だから副足がうまく働いているとアッパーにも入りにくいし、うんうん、そのダウナーにも入りにくいしっていう適度なところでラインにとど、まあ、めてくれるので、はい、それで次のテーマのその腹側瞑想神経を活性化させるっていうところが大事。うまくだからリラックス状態を作るっていうことがめちゃくちゃ大事で、はい、リラックス状態がないとどっちかにこう入っていっちゃって、うんうんうん、そうです、ハイになっちゃってそれ気づかずに鬱になっちゃうとか、はいはい、もうダウナー状態に入っちゃってそこから抜け出せないみたいなことになるんで、はい、一旦リラックスモードを意識しましょうってことなんですね。そうですね、とにかくそのだからこれまさにだから2つ目の、はい、これマネージメントでも大事よ、大事ですよね、本当に大事だと思います。これ理解できたら相当強いかなと思うんですけど、はい、この腹側瞑想神経、はい、どうしたら活性化できるんですか。あ、歌を歌うとか物を飲み込むとか、はい、それこそつながりを感じるみたいな、と安心できる人とご飯食べたり、フィジカル的なコミュニケーションがやはり重要ということですよね。夜の飲み会っていうのは結局どっちに入るんですか、会食みたいな。はい、腹側瞑想神経のグループをこう活性化させる、実際にうちでもやってるエクササイズなんですけど、はい、まあ、大体30秒から1分ぐらい、あ、
ある種の瞑想に近い、うん、なんかそんな感じがする、はい。ピボットアプリでは料理をしながら学べるバックグラウンド再生が可能です。通勤中や仕事の途中、家事の途中、いつでもどこでも学べます。さらに様々な特典と交換できるピボットマイルもありますので、ぜひ使ってみてください。ながらで学ぼうピボット、詳細は概要欄のリンクをチェック。